はい、えー、ではそろそろあのお時間となりますのであの今日の「ワードキャンプ関西」セッションも最後の時間になってしまいましたが、えー、とこちらのお部屋では、えー、丸山浩二さんに、えー、小さな開発会社でもできたワードプレス新ビジネスの可能性というお話をいただきます多くの方に使われているプラグインの制作を通じてワードプレスに感じた可能性などをお話しいただくセッションになってます アクセス解析のツールを通して個人から大企業まで関わるようになっていった部分ですとか、大変だったところも含めてお話をいただけると思います。はい、では丸山さんよろしくお願いいたします。お願いします。はい、初めてこのイベントで、はい、参加者じゃなくてここで話させていただきます。ちょっと楽しみでもあり、ええー、まあ緊張しつつもありではあるんですが、じゃあ始めさせていただきます。まあ今自己紹介になっているんですけれども。 あのはい、ご紹介いただいた通りでしてあの、あれですね、提供サービスということで、まあ、プラグインを作ってますと、まあ、こういうやつなんですけれどもあの、アクセス解析のプラグインでして、まあ、あの公開ディレクトリーにありますのですぐ QA として、えー、探していただけると見つかりますんで、よかったらお使いください。もともとですね、ワードキャンプの参加っていうのは、本当に、まあ、ユーザーとして参加させてもらってたりっていうところがあって。 もともとの活躍しているというか活動している分野としては、本も Google Analytics の本を出しているみたいな感じなので、アクセス解析界隈の人間だったんですよね。が、ちょっとこの WordPress をまあサイトを作ったりする場合とか、当然アクセス解析でも WordPress っていうのは当然出てきますので、そこでちょっとこう関わっていく中で参加させてもらってて、私としてはこの WordCamp もそうなんですけど、本当楽しいって話がありましたけど、すごく楽しいコミュニティだなと思っております。なんで 結構楽しみでいろいろ参加してた週の、えー、来月か台湾にも行くんですけどで、えー、と今日のお話なんですけれどもまあ,あの新ビジネスの可能性っていうことでちょっとビジネス畑多分珍しいのかもしれないんですけどもちょっとそのお話をさせてもらいたいと思ってますでえっ、ー、とですねここにちょっと一覧表で書いたんですけれどもそもそもワードプレスでまあビジネスをするっていう、まあ、お金をちゃんと稼ごうってなりますと、まあ、こういうパターンがあるのかなっていうのは左側に5つ足しています。 でやっぱり多いのは制作だったりとか開発保守っていうところで、まあ、こちらはですねニーズもたくさんありますしあのいろいろあるんですけれどもどうしても競争や変化が激しいというのがあったりしたりあとまあワードプレスのバージョンがアップするとやることもちょっと変わってきたりとか、まあ、そういうのもあるのでなかなかちょっとそこが大変かなということで「まあ、カーというのはやりやすいっていうのが「ーのところで二重丸になってるんですけどもその分課題もありますねっていうような感じになってます。 でその次はコンサル運用サポートで、まあ、これはなんかどちらかというとブログの書き方とかを教えてらっしゃる方とかいらっしゃると思うんですけども、まあ、そうするとまあそれでなんかいい成果が出たよみたいなことを思ってる方の仕事なのかなとで。あとテンプレート販売はやられてる方は少ないんですけど、それでもまあそれなりにケースがあって、まあ、今回もあのスポンサーブースの方で出されている方いらっしゃいますけども有名なものがあって。ただまあこれはさっきちょっと内々ないないの話で話してたんですけど、開発者あるあるというか、 まあ作ってても最近はやっぱりワードプレスの進化が激しくて大変だよねって話はしてます。はい。で、次がまあ今日の話のメインですけども、プラグイン販売。これがですね、なかなか、えー、そもそも参入してどうなるのかみたいなイメージの話が多分ほとんどないと思うんですよね、日本で。まあ、なので、ちょっとそのあたりの話を今日はしていきたいと思ってるというところで、ホスティングに関してはまあ今日いらあの出てますけれども、あんなことはまあ普通できないですねということで、今日はプラグインの話と。 はい。で、ここにちょっと列挙してみました。私も調べる限りみたいな感じになっちゃってるんですけども、本当値段がピンキーでして、えー、不動産プラグインっていうなんか不動産サイトを作るのがなんか44万円で売ってたりとかするのがあると思えば、あジャイアニズムっていう、えー、っと、あれですね、タブスカイの高橋さんが作られてるんじゃないかなと思うんですけど、なんか、えー、SNS のソーシャルログインするようなプラグインが9800円。で、CSV インポーター、エクスポーターか、使ったことあるかもしれない。 方いいらっししゃるかもしれないで、すけど円とか、まあ、もう本当バラバララですねで、まあ、どのぐらいじゃあ売り上げが上がるのかというのもちょっと見たらこ,これが引っかかったんですけども CSV エクスポーター作られてる方ですね。はい、中島さんが2年間で60万円売れたというふうにブログ記事で書かれていて、まあ、これ個人開発としてはまあなかなか悪くないなという感じですけれどもちょっと企業としてやるには難しかったり私のところ小さい会社ですけどもやっぱ数人いるとやっぱり難しい額ですね。 はい、じゃあっていうことなんですけど世界はどううななのかっていうところになりますで,世界で見るとなんですが、えー、要素とかまあ500万インストールとかまあすごい数コンタクトフォーム7も500万アクティブインストールって出てますけれども、まあ、かなりいってるんですよね。でじゃあ有料プランを持ってるエレメンターというのが、まあ、500万アクティブインストールになってるんですけど実際には800万だっていうのが書いてあって、えー、これですね、あのー、実際にある程度検証機能 してるサエレメンターって5年間で800万を超えてえと今ですと多分1,300万サイトぐらいに入ってんじゃないかみたいなのだったりとかそのうち360万サイトがプロを使ってるみたいな分析結果みたいな出てるんですけどこれでいくとなんですがもうえっとですね予想は大体15億から下手すると500億ぐらいの売り上げを上げてる企業になると。 だからもうちょっと桁が違うんですよね。プラグインでなんか世界でこう勝負してる人たちって、まあ、こういう感じ。で、多分なんですけど、プラグインの有料化率って、えっ、ー、と、うちのプラグインも今2000アクティブインストールちょっと超えてるぐらいで、だいたい2%ぐらいっていうのは、なんか感覚的に合うので、多分2%ぐらいなんじゃないかなと思うんですけれどもね、有料化してる人って。まあ、そういう感じではあるんですけど、それでも多分数十億はいってるはずです。 ということで、世界ではこんな感じなんだっていうので、まあ今日はそんな話になっていくるんですけれども、まあとはいえ、じゃこれを知ったと言ええー、じゃインストール数を伸ばすにはどうしたらいいかとか、まあいくらでじゃ付けしたらいいかなとか、えー、っと、どんなふうにやってたらいいのかなっていうところが、まあポイントになると思うんですが、まあ、ちょっとその話をしていこうと思うと、実はこれが失敗の元凶だったというところからスタートです。はい。 目次的にはですね小さな会社が失敗を避ける方法と新しい戦略、えー、今日から始めるステップというところでできます。で、えー、これもう本当に失敗したってなんか堂々というのもなんなんですけどさっきお話ししましたうちの QA アナリティクスというプラグインは、まあ、出したのがちょうど3年前4年前ですね2019年ぐらいに、えー、公開ディレクトに上げてでそこから今で2000ですから、まあ、入れられてないわけじゃないですけど本当に少しずつしか伸びないんですね。 で、それが2%の有料化率で、2000の2%って言うと40ですかね。やっていますかね。はい。とかなんで、そうすると、全然40人の方が買ってくれて嬉しいですけれども、なかなかお金としては大変なので、企業として開発するのはきついっていう、まあ、こんな状態になります。で、我々も最初にリリースした時って、えっ、ー、と、出したら、まあ、えっ、ー、と、ヒートマップが使えて、えー、セッションリプレイが全部ついていてっていうところで、 あと、Google リティクス t i がそのうち辞めるだろうってうのは分かってたんで、まあそういうのもあるんで、使ってくれる人増えるんじゃないかなと思ったんですけど、全然増えなくてですね、地味に増えていく感じになって、っていうのだったんですよね。ああやっぱ伸びるの難しいなっていうふうな、広告とかもやったりしたんですけど、そう思ってたと。で、ただこれがちょっと状況が変わることがありますということで、今から振り返ってみると、最初にちっちゃい会社がやる場合は、少数混乱化を狙うべきだったんだなって思ってます。はい。 で、どうなったかっていうと、もともとさっきのアナリティクスバックアップ、あ、違う、えー、QA アナリティクスは、えー、っと、公開ディレクトに上げたプラグインなんですけれども、それとは別に、えー、っと、最近、Google アナリティクスが、あの、停止して削除されるっていうのをご存知の方いらっしゃいますかね昔のやつが。あれのデータのバックアップソフトを作ったんです。で、これ後から出てきますけれども、それを作った結果、 えとある程度高単価で少数なんですけど高単価で法人向けソフトなんで売れることができましたでその結果別の仕事が生まれてきてで、えー、だんだんアクセス解析業界でもこのソフトしかなかったんでバックアップソフトがだんだん有名になってきたとでさらにそこから QA0 という法人ニーズのソフトを作りましたということで、まあ、これが QA0 っていうソフトなんですけれども QA アナリティクスっていう公開プラグインがベースなんですがえっ、ー、とまあここですねクッキーレスに対応とか AI 機能を持ってるとか 全全ペペーーージジヒトトマップ全ページ録画再生っってていいううのがでできるっていうソフトですねこれはもう単価が全然違います。っていうのがこうできたということで今日のですねお話はですねここですねあのー、普通に考えるとさっきの1億とか、まあ、何千500万ダウンロード夢見て頑張ろうってなるんですがうちのパターンとかでいくとひょっとしたらいろいろの方にも真似していただけるのもこっちの方がいいんじゃないかと思ってるこの見返りのうちのお話を先にしたいというところですね。 でですねそれは何なのかっていうとワードプレスの全く新しい使い方のご提案というかそれでうまくいってるんですけれどもワードプレスの魅力ってこのワンクリックでインストールできるっていうソフトがこれって実はすごいことで昔のことを知ってる方であれば覚えてらっしゃる方いらっしゃればなんですけどプログラム例えばですねフォームを構築する場合って昔だったらこのプラグインがなければプログラムを自分たちでダウンロードしてきてそれをアップロードして設定するか。 もしくは、まあ、そのうち出てきたのが、フォームメーラーとかっていう、まあ、クラウド型のサービスですね。それをまあ借りてきて、無料で使うんだったら、まあ、無料で広告出るとか、まあ、そんなものを、まあ、サイトに貼るとかしかなかったんですよね。で、じゃあ、広告が嫌だったら、毎月お金払わなきゃいけないと。でも、プラグインが出てきてくれたおかげで、まあ、コンタクトフォーム7だけ今回書かせてもらいましたけれども、まあ、それを入れれば、誰でも使えるし、無料っていう。はい。で、これ、これがなければ、未だに左の2つでやらなきゃいけない。 ですよね、ということでこの自作プログラムを誰でもインストール可能っていうのはこのようにワードプレスしかないんですよ今でこれがすごい魅力的で我々がやったこともここれにマッチ、えー、当てはめることができますもし Google アン t i c s のバックアップを今皆さんで取ろうっていうふうに決めたとするとどういうふうにするかっていうと手作業で1日ずつのデータを毎日分何年間も遡って取るこれは多分現実的じゃないですよね で、そうすると、じゃあ、プログラムで取るみますかっていうと、プログラムを自分で作ろうと思うと、それはそれですごく時間がかかる。で、そうすると、じゃあ、クラウドでそういうバックアップサービスないのかなって探したとすると、例えばトロッコっていうサービスがあるんですけど、これ月額10万円ぐらいします。じゃあ、バックアップのためにそんだけ作るのかっていうと、そんなことはないと。なんで、手作業も無理、えー、自分のパソコンに入れるソフトもない、クラウドで借りたら高いみたいな分野って結構あるんですけど、これがまさにこれがハマってるところで、 でそれで我々このプラグインを作りました一括買い切りプランでこんなものですあのソフト販売サイトなんですよなんでワードプレスのプラグイン販売サイトではなくてバックアップ欲しいですかバックアップソフト売ってますよサーバーソフト売ってますよっていうサイトにしてますでそうするとちょっと過去に書いてある価格帯なんですけども価格は2万円5万円27万円っていう価格になりますがバックアップを手作業で取ることを考えると5万円って多分安いって感じるますよね なので、普通にワードプレスのプラグインとしてリリースすると、プラグインの価格に見れるんですけども、そうじゃなくて、ニーズからいくと、値段が全然違うと。そもそも、しかも、えっ、ー、ときょ、あの、競合先が、えっ、ー、と、クラウドになるんですよね。さっきの10万円。毎月10万円払うんだったら、これ5万円でいいですよっていう話になると。ということで、まあ、このですね、魅力が本当にすごくて、サーバーのインストーラーとして、めちゃくちゃ優秀という。 で、えー、このソフトを買いに来てもらったときにお話しするのが、まあえーと、どうやって使うんですかとあ、実はワードプレスのプラグインでねっていうお話をすると、あ、それだったら自分でも使えるわっていう話になるんですよ。なので順番が逆と言いますから。っていう感じで、あじゃあそれただ買いますっていうことで、まあ、実際350ライセンス以上ですし、導入していただいた企業さんは、まあ、こういう名前が見知れてるところとかも普通に買ってくださると。 いう感じですなのでまあさっきの一生懸命頑張って何年間かで2000導入で4パ2%で40ライセンスぐらいっていうのと全然違うということになります。はい、ということでですねこの今回これをちょっと,えとお伝えしたくてっていうのが今回のテーマなんですけれども、まあ、本当にこの多分分野をやってる方ってあんまりいないんですけれども,も CMS の 考えるんじゃなくてサーバーソフトを作ってそれをワードプレスをインストラーとして使うとめちゃくちゃいろんなニーズがいけますよというこれはさっきの話とフォームと一緒なんですよ昔はプログラムしかなかったクラウドしかなかったっていう第三の解決策を提供できるでまあメリットデメリット書いてますけれどもいいとこ取りなんですよね本当にプラグインで作るとはいまあクラウドで例えば何か 契約したときにデータが相手のところに行っちゃうなとか毎月お金かかるなって嫌なところいっぱいあると思うんですけどそれを解消できるのはもう本当これしかないまあ唯一の欠点としたらワードプレスっていうと嫌がる会社さんもいますなんですがまあそういうことができるのでまあクラウドサービスって基本的にある程度の金額しますから <laughs> まあ値段も全然変わってくるんですよねさっきみたいにでそんなニーズあるのかっていうところなんですけれども まあ、それで言うとですね、この一番、まあ、それのニーズで、まさかっていう感じで、これご存知な方いらっしゃいますか ?GitLab っていう会社。あ、ありがとうございます。はい。1兆円規模の IPO って書いてありますけれども、あの、GitHub あるからいらないじゃないって思うかもしれないんですけど、それの,あの自社版です。だから結構、まあ、さっきあの導入企業さんにも出させてもらいましたけど、 外にデーータを出したくなないいってすすごいニーズなんですよね実は自分たちでしかメンテナンスしてないようなソースコードを GitHub で万が一流出しようもんなら大変なことになっちゃいますんで自社に乗っけときたいっていうニーズがあるものはめちゃくちゃいっぱいあってでそこで考えるとまあそういう自社開発サーバーみたいなのが欲しいただそれを黒い画面がみんな使えるわけじゃないんでサーバーをインストールは今ではエンジニアしかできなかったことがでもプラグインだったら誰でもできるんですよ これは、多分今のところ私こういう考え方でやってるソフトをまだ見たことがなくてプラグインとして。なんで、その今日のメッセージはもう本当そこになってくるんですけれども、それでなんか日本製でいろんなものが出てきたらめちゃくちゃ面白いんじゃないかなと思ってるという、思ってます。はい。ということで、ワ、えードプレスの新しい可能性っていうのは、えー、このですね、まあ未開の地、まあクライド、クラウドの代替サービスを 作っていくっていうところですね。はい。まあ、これはどんなサービスがあるのかなっていうのとかもですね、今日はまあ質疑応答なんかも最後設けさせてもらおうと思ってるんで、そんなお話もしたいなと思うんですけれども。まあ、まずですね、このクラウドの代替で、えー、とやっていくと、まあ、いいところとしては、ワードプレスのプラグインとしてまあリリースしてっていう作業から失敗のケースで、ほとんど多分プラグインでやってる 作っっててみたけどうううまくいいいかないという方はこのケースに陥ってると思うんです思ったより使われないじゃなくてもともとニーズがあるところにクラウドの代替サービスとして出して、えー、そのソフトだったら欲しいよっていう人たちに高単価で買ってもらうこれであれば、えー、それで体力をつけていくことはできますしあとそのノウハウを今度はサース化していくとか、まあ、いろんなパターンが考えられるんですよねそれこそワードプレスの、えー、と一般公開ディレクトリーに出したサービスとして出してもいいですし。 まあうちはまさにそれをやってます。はい。で、考え方としてなんですけれども、私はでもやっぱこれなのかなと思ってるところがあって、えっ、ー、と、じゃあどうやってそれを思いつくかなんですけれども、まあ、結局うちはですね、さっきのアナリティクスのバックアップのソフト、いまだにこれ世界にこれしかないんですけど、なんで思いついたのかって言ったら自分が困るからっていう、さっきちょっと一番最初に自己紹介のお話をさせてもらいましたけど、私自身が Google アナリティクスのコンサルタントなので、 どうすんのって話になったんですよ。で、自分でじゃあ手作業でやるわけにいかないですし。まあ、そうすると、それ欲しいなと。とはいえ、じゃあ自分の PC に落とすのかって言ったら自分の PC に落とすって多分企業判断としてありえないですから、じゃあ咲かれてるサーバーに落とそうと。じゃあサーバーのソフトとしてインストールできるんだったらプラグインで出せばいいじゃないっていう。これだったら誰でも使えるっていう感じですよね。ということで、なんか必要は発明の母、 なあと思いまして多分ですねまあ皆さんにいろんな経験があってでそうするとあのその考えからあ今クラウドでこんだけ,け契約してるけどなんか仕方なく使ってるなとか多分あると思うんですよ毎月お金払ってるけどもっといいものできるはずなのに自分だったらっていう。でこれは結構いい代替手段になるとか買い切りで出しても問題ないですし。 なのでまあ、そういうですね、自分が欲しいものを作るっていうのが一ついい手段なんじゃないかなと思ってますし、まあそれがもしなければ友人が欲しいと言ってたものを作るとか、お客さんが欲しいと言ってたものを作るとか、まあ順番になってますけれども、まあ自分が困ってれば困ってるほど、えーニーズには気づきやすいのですごくいいんじゃないかなと。私は体感上はそう思ってます。あとまあ、ここに左側に出させてもらったのがこのレイヤー X っていう、まあ方の結構バズった記事なんですけれども、 新規事業のアンチパターンということで失敗するパターンですよね。は、まあ、やっぱり一番の理由は顧客インサイトの軽視ということで、まあニーズがないものを作っちゃったっていうのが失敗しやすいんで、やっぱり自分が困ってるんだったら少なくとも一ニーズはありますから、それがすごくいいんじゃないかなと思っております。で、あと、まあこれも読んでたんですけど、同じ失敗をしてしまいましたが、えー、ピーター・ティールっていうですね、方がいらっしゃって、ご存知の方いらっしゃいますかピーター・ティールっていう方。 そうですねわかりました。えっ、ー、とですね、ペイパルを作った人ですね。イーロン・マスクと共にペイパルを作った人で、でその後にパランティアっていう2兆円ぐらいで IPO した企業を作ったりとか、フェイスブックオープン AI の株主だったりっていう、まあ、あと Y コンビネーターっていうめちゃくちゃ有名な、えー、投資会社がありますけど、そこの立ち上げメンバーだったりっていう、まあ、あと大統領のなんか IT 補佐みたいなのをやってたりとか、まあ、とんでもない人なんですけど。 まあこの人がですねどうやったらえとちゃんとうまくそこまでできたのってペイパルの失敗ってどんなのっていうのも書いてくれてるんですけどやっぱりちっちゃいとこが始められばよかったなと思ってますというふうに言ってますで最近のペイパルで彼らも間違えたらしいんですけどねいきなりでかいとこでなんとかいけるだろうと思っても全然広がらないんでそこを間違えたなっていうふうに言ってますけれどもまあ本当にニーズがあるところに行ってまあそこでちゃんとえ地位を一つずつ作っていけばうまくいくよっていう話をえー 本で書いてくれてますし、本当その通りだなと私は今体感上思ってます。はい。ということでですね。まあそういう感じで、えまあ新しい使い方として、まあワードプレスをクラウドの代替として考えるとしたら、じゃあ今日からどういうふうに作っていったらいいのかっていう、もしこれ興味がある方はですね、ぜひえお話ができればと思って作ってきました。今日から始めるステップなんですけれども、はい。 ま,あまずはニーズのある日資料を探すっていうことななんででさっきののようなお話ですあのその後にまあプラグインを作って宣伝していくどうやって作って宣伝していくのかっていうのと最後に夢を追うっていうところで今日のお話を終わりたいと思ってるんですがまあ最初のニーズはさっきまでずっとお話ししてきた感じで自分が困ってることがあればと思いますし私であればですねまあ実際はあの開発の工数管理のツールはあんまいいのがないなと思ってます。 なんか誰か作ってくんないかなと思ってるんでぜひっていうのはあるのもあってお話ししてるんですがなんか本当はこうすりゃいいのになっていうのは思ったりしますねはいそれも多分ワードプレスのプラグインで出たら私は買いたいですけどね3万円とかで買い切りで入れてあとは使いたい放題で次のバージョン出たらバージョンアップライセンス買ったらいいですよみたいなのもはいいいかなとは思いますはいまあそんな感じで多分いろいろニーズはあるかなと思います で、えー、じゃあ作り方なんですけども、作り方は多分開発された、開発されたことある方ってどのぐらいいらっしゃいますかプラグイン開発したことあるよあ、結構いらっしゃる。半分弱ですね。はい。ありがとうございます。で、えプ、ー、ラグインはですね、えー、っと、じゃあちょっとここの部分をもうちょっとしっかりお話しした方がいいと思うんですけれども、まあ、まず AI が来てくれたおかげでだいぶ作りやすいと思います。はい。我々が作った時はこれなかったんで大変でしたけど、あのー、 これちなみに書いてある通りなんですよ。DB の中にメモを保存できるような Wordpress のプラグインを作りたいですっていう、まあなんかすごい概要でざっくりしてますけど、これを書いたら右側にザーっとソースコード見えづらいんですけど出てきました。で、ちゃんとあのプラグインとして動くようなものがもうコードとして作られちゃうんで、まあ、それを見ると、あ、こうやって作りゃいいんだなっていう感所をつかむのはめっちゃ早くなります。ので、 なんかプラグインを作るためにいちいちドキュメントを見てそれから理解してっていうプロセスを得なくても何が要点なのかとかを説明もしてくれますし多分理解がめちゃくちゃ早くなりますしあと手伝ってもらってもいます実際僕のちょっとしたところを言うと今で言うと開発する時にまあ私コンテンツこういうコンテンツとかも作んなきゃいけないんでコンテンツ開発しながら左の画面に AI をえーコパイロットと,えとあとチャット GPT を出しといてまあ Mac なんでこう切り替えてやってるんですけど指示を出して こっち戻って、できてるかなって戻って、ってこうやってます。はい。なんで、こうすると、すごく速くなると思います。はい。<laughs> でまあ、あとは作り方的なところで言うと、まあ、ドキュメンターでも、まあ、そこで勘どころを掴んだらあの、絶対やっぱり開発で確認していった方がいいかなと思ってます。プラグインのハンドブックで、まあ、英語ですけど、これももう今だち AI でちゃんとどあの翻訳もしてくれますし、確かに日本語訳もあったような気がします。はい。で、えーとまあ、これもちょっとぶっちゃけ話的なところで言うと、えー、とプラグインをさっきの法人ニーズで作る場合は、GPL は絶対守る。 これはもう絶対そうですねワードプレス上なんでなんですが別に公開ディレクトリに載せる必要はないので公開する必要はないんですけれどもまあでもやっぱり私たちの感覚的にはやっぱり公開のするのを、えー、やっといてよかったなと思ってますでまあその理由はやっぱり勉強になったっていうのとあとここに感謝と敬意ってあるんですけどまあやっぱりボランティアの人がまあ何回もこう我々リジェクト食らってるんですけどダメよっていうことで。 ああ、そんなにちゃんと行動を見てるし、で、これをボランティアの方がやってるんだっていうのをですね、感じると、やっぱり、なんていうんですかね、気も引き締まりますし、なんかこの文化へのなんかこう大きな敬意みたいなのが出てくるんで、絶対にやっぱりこの文化の上で勝負するんだって気持ちもやっぱり固ま、まあ皆さんもどっちかというとそっちの方の方なんで、私って結構新参だったんで、よりだったんですけど、うん、なんかそういうのがあったんで、なんかすごく勉強にもなりますし、良かったかなと思っています。あと、まあ、 公開ディレクトリーにおいてオープンになった時にビジネスニーズとしてどうなんだろうっていうオープンにしちゃった時にどうなのっていうのもよくある質問な気はするんであのちょっと私の感覚的なところになりますけどちょっとお話すると正直公開してるからってわざわざ自分でそれをなんかパクってメンテナンスしようっていう方にはお会いしたことがないですしあとあの法人で行くと結局めんどくさいからさっきのやつも自分でプログラム書くのめんどくさいから5万円のそういうバックアップソフトを買ってくれてるわけで、えー その後メンテナンスしてほしいっていうのに自分でじゃメンテナンスするかってそんなことはなくて保守契約入るから勝手にやってくんないっていう相談にしかならないっていう。ので逆に言って公開することによるデメリットは本当ないなと思ってますね。はい。むしろ安心してもらえることが多いかなと思いますね。はい。で、まあそんな感じで作っていくと、あとはまあちょっと開発者目線になっちゃいますけれども、えっと、ワードプレスとしては、えっと、まあ これをすごく感じてます。あのー、やっぱりミドルウェアっていう表現を使いましたけれども、よく冷静に考えてみると、ユーザー管理システムを持ってますし、例えばログイン画面も自分で作んなくていいですよね。で、そこでパスワード忘れましたって言ったら、自動でメールも発行されるのも持ってますっていうことで、ほぼほぼの機能が実は結構あるんですよ。なんか法人向けソフト作ろうと、例えば、そうですね、会計とか請求書発行システム作ろうみたいなことを思った時にも、絶対必要だと思うんですけど、そのあたりが、ユーザー登録とか。 既存のところをうまく使うとちょちょいとできるっていうことで多分皆さんの持ってる知識の延長線上で作れるものがめちゃくちゃいっぱいあるという思います。あとメール配信なんか結構めんどくさかったりするんですけどこれもプラグインを入れてしまえば解決するというはいことで、まあ、全部自分で作る必要がないっていうのもすごくあの魅力的だなと思ってますね。はい。ただえと最後にちょっと注意事項に書いたんですけど基本 まあ CMS 向けなので、えっ、ー、と、パフォーマンス面が必要なもの。うちのソフトは特にそうなんですけど、えっ、ー、と、アクセス解析を高速にやらなきゃいけないので、まあそうするとパフォーマンスの部分ではちょっと普通に WordPress の普通の関数を通すだけだと危ないのが結構あったりするんで、そういう時は結構注意が必要かなと思います。 で、えー、そんな感じでですね、あとはまあ作ったとしたらっていうことなんですけれども、えー、次はまあ宣伝を仕方なんですけれども、これもですね、いろいろ試した結果、私はこう思ってるっていう感じなんで、ぜひもしなんか違うパターンあるよっていうのだったら教えていただきたいぐらいなんですけど、まあ、基本はもう良いプロダクトを作る、で、それでそれをその業界で有名な方ですね、がネット上で推薦してくれる、で、口コミで広がっていくっていう、まあ、このパターンがやっぱり最強だなと思ってます。 さっきもちょっとお話ししたんですけど広告とかですね自社 SNS でいろいろなフォロワー,ーの方にこう入ってもらってアプローチしてでこういうのやってますよって自分が口高な声高々に言ったとしてもまあそんなにそれが響くことはなくてやっぱりそうですねネット上でどんなものもほとんどそうなってそれが起爆剤になってるものが例えばあれですねエアウィーヴっていうと浅田真央さんとかがイメージあると思うんですけど あれもそれを立ち上げた人に聞いたことがあるんですけど全然売れなかったらしくてですねエアウィーブって最初ですけどそれが売れるようになった理由は最初にそのプロのそういうトレーナーの方にプレゼントして使い心地を喋ってもらうようにしたそうなんですよでそしたらそれがすごくいいっていうのでだんだん口コミになっていってでその先にスポーツ選手がいたんでその人が宣伝してくれるっていう流れができたっていうことで やっぱりそれにこう叶うもん勝るものはないなというのが私はそう思ってますというところですね今までこの4年間を振り返りなんでひょっとしたらもっと別のがあるのかもしれないですけどはいということでまあ作るところまでいったらそういう感じかなと <laughs> はいで最後のですねこの夢を追うっていうところで、えー、今日のお話は終わるんですがこれはですね本当にちょっと是非というふうに思って今日のところのメインは本当ここなんですけどあのですね これちょっと急にショッキングな話なんですけど私本当にこう思ってるのがこの日本は良い国だからこのままではっていうはい <laughs> 本当にそう思ってましてまあノット・アントの地震もありましたし、まあ、少子高齢化っていうのがあったりとか、まあ、GDP も落ちてたとかまあ少子高齢化と,と絡んでると思うんですけど、まあ、これでじゃあなんでまあこのあとどうすんのっていう話があると思うんですけどそれで言うとこれもちょっとあの YouTube の画面そのまま貼り付けてきちゃったんであれなんですけど なんかこの右下のあ何でしか1ドル360円時代より円安の理由みたいな動画だったんですけどなんでこんなに今円安なのかというのを動画で喋ってるのだったんですけど結局サービス収支ととにかく貿易赤字でそれはなんでこれじゃあこの緑のところとかが、まあ、青いのがあれなんですよねあの旅行旅行はまあインバウンドとかプラスみたいな感じなんですけどあの緑のところはマイナスでこれ 実際にもう出てますけど、Google、Amazon、Netflix にお金払いすぎたからっていう。多分、ほんとそうだと、そうなんらしいです。はい。この方がもう分析によると、単純に海外 IT 買っちゃってると。で、別に日本の IT 買わないから、それはそうなるねっていう貿易赤字。で、日本円どんどん弱くなると。いう話で、じゃあっていうことなんですけど、なんかやっぱりスポーツ選手でも最近活躍してる人多いなって思ってるんですよ。 世界でも活躍してる人が多い。はいで、まあ、ちょっと本当これなんですけど、我々も少しはやれるんじゃないかっていう思ってまして、チャンスなんじゃないかと思ってるのが、これですあのクッキー規制がですね、海外ではあるんですけれども、まあ、これですね、まあ今、 この画面出てるんで見たことある人多いと思うんですけど、クッキー同意しますかイエス、ノーっていう、まあいわゆるプライバシーを保護するためにクッキーはノーになっていくという話なんですけれども、まあこれがですね、実は私、日本製プラグインの大チャンスになるんじゃないかと思っているところがありますと。で、それはなんでかっていうと、あの、これ、あんまり今日ちょっといろんな方にお話ししてて、あ、知らない知らないっていう話があったんでなんですけど、あの、GA4 って使われてる方いらっしゃるかもしれないですけど、クッキーで 同意されれななないいとデータを記録しんんででですすよで海外で、まああのーまあ、これ実際に検証結果なんですね運営度の森野さんっていう方が私、まあ、アクセス解析界隈で有名な方なんですけど協力してくれてやってくれたんですけどあのクッキー同様のやつ入れたらこういうなっちゃったって GF o でこの地を張ってるとこはそこなんですねでダメだったからまあオンにしたんですけどで「毎日異常値」っていうなんかメールが <laughs> 届くという、まあ、異常ですよね確かにこんな状態になっちゃってるんで。 はい。ということで、あのー、まあ、冷静に考えると GA4 ってどういうサービスなのかっていうと、ユーザーが僕たちのサイトを見てるときの、見てる閲覧データを勝手に別の第三者のところに送信してるサービスなんですよね。Google 社に。で、その Google 社からすると、まあ、で、Google 社の利用規約見てもらうと、このデータは私たちは使いますって明確に書いてるんですよ。まあ、当然プライバシーの対象というか、 罰則の対象になってくるんで GA4 がとかこの今後このクラウド系のサービスっていうのがプライバシーの問題が来てると軒並み大ダメージを受けていくっていうまあこの時代がデータに関してですけど特にまあ海外では実際に来てるんでまあ実際ちょっと私うちで今話が来てるのはさっきの法人向けのソフトなんですけど3月から検証を始めて5月までにちょっとグローバル企業さんやっぱりそれですごい苦しんでると大体次第がないらしいです今なので まあそれをちょっとやりましょうという話になってるんですよね。なのでまあなんかこうさっきもちょっとこの話のテーマなんですけどクラウドでやれてたものを自社にも取り戻すっていうことができるのがこのワードプレスの一つの魅力ですよっていうところちょっとこう絡んでくると言いますか。はい。のところがあるんですよね。で実際にですね私もそれをお客さんから聞いたんで。 どうなんだろうと思って、サーベイモンキーのアンケートをですね、使って聞いてみたらですね、AWS ユーザーの方にお聞きしますって言ったら、クッキレス、いわゆるクッキーを使わないアクセス解析ツールに興味ありますかって聞いたら 92.、92.4%が有料でもイエス。で、ワードプレスユーザーだと72.7%がイエスだったです。リアルに困ってるとこうなっていくっていう。なんでちょっと余談なんですけど、今 GA4 にもし投資をされようとしてる方がいらっしゃったら、やめた方がいいです。本当にやめた方がいい。 あのツールはもう持たない,、はい。これが来ると。という感じになります。でこういうことで、えっ、ー、と、まあ、日本製でも勝負できるジャイズアンスだと思っていて、まあ、それの一番のですね、思ってる理由なんですけれども、えっ、ー、と、データを盗まない、メイドインジャパンの信頼って書いたんですけど、なんかこう、多分、これはですね、私のあの、一緒にですね、なんかこう、 そうですね。ゴルフをしてくれるソニーをもともとこう、なんかこう作っていくときにやってた経営者の方がいらっしゃるんですよ。で、えっと、その方がですね、その海外でそのなんか行ったときにその方の話ってすごい、その日本がその高度経済成長期にどうやったのかみたいな話でもう70歳を超えてる方なんですけど、面白くて。で、そのときに、そのなんで日本のパスポートが世界で強いのかって話をしてくれるんですけど、それはなんか昔の日本人は、その、 正々堂々と結構勝負していてあの海外のあの橋そこの例えばヨルダンみたいなところに行った時にあそこの橋は日本人が作ってくれたんだよっていうのを言ってくれるらしいんですよそのなんか。で、まあ、その方もソニーがやって,やっていくときにやっぱりその向こうの人ってシリアルコードを切り取って段ボールからそれを横流しするみたいな中東とかそういうこと平気でやられてたらしいんですけどそれをとっちめて正々堂々とやれっていうのを。 行ってで当時はなんかソニーが、まあ、日本にありましたけどそこになんか世界中の代理店がこう集まるような今でいくと IT モードで僕ら世界に行かなきゃいけないじゃないですかそうじゃなくて世界からこう日本に代理店が来るっていう時代があったらしいんですよね。 だからせっかくそこまでこう先人が作ってくれた信頼があるのにこのままなんかこうそれを食い潰していってどん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 流出させていいのかっていうですねなんかちょっといきなり変なテーマになりますけどそういうところは本当にちょっと本音ではありましてなんでうちとしてはまあせっかくこのクラウドがデータが取れないっていうまあアクセス解析ツールを作ってると,いうところがありますしまあそこで海外でニーズがあるんであればっていうことでまあ今ちょっと海外の部分で <laughs> あのちゃんと えっと、体制を作ってやっていこうとしているところです。で、まあ、これは、あの、春にですね、まあ、日本、当然、プラグインなので日本でも使えますし、あの、結構春に大きなバージョンアップをする予定なので、もうすぐですけど、はい、期待していただければと思います。まあ、今までにないような体験をしていただけるようなソフトになると思うんで。はい。<laughs> ということで、まあ、今日のテーマの流れですけれども、ええー、まあ、 言っても日本製の、やっぱりこんなフォームセブンですね。まあ、ヒットはそこですけども、すごい数でインストールされてますけれども、日本製のプラグインが、えっ、ー、と、あとシフターさんですね。あの、もうそこで出されてましたけど、スポンサーブースで。とか、あの、海外で使われてるソフトってやっぱ出てきてるとは思うんですよ。まあ、なので、えっ、ー、と、 ま,あまずですね、さっきの感じで、まあ、ちっちゃな会社としてはそれでもやっぱ体力をつけていかなきゃいけないですから、さっきの感じで法人向けのソフトで日本向けにまずやってみるっていうのはすごくありだと思ってますし、僕はそれがいいんじゃないかという部分もありますけど、その先にはなんかそれが世界に受け入れられるような世界があるんじゃないかなと思っていますし、多分こういうことにインスタラー,インストラーとしてワードプレスを考えるっていう考え方でやってる方はほぼ今のところあんま見たことがないので、 なんか逆に日本からそういう潮流が出てもワードプレスにとってもなんか面白い流れの一つになるんじゃないかなとは思うんですよね。CMS だと戦いがすごいですけどそうじゃなくって分散化した自社のためにその使えるミドルウェアっていうんですかね誰もが使えるソフトって考えた時にはまだまだワードプレスには僕は可能性があると思いましたしなんかそれをですねまあ一ちっちゃな会社ですけどまあその中でですね思った人間としてはやっていきたいなと。 思っております。ですので、まあ今日ですね、あの聞いていただいた皆さんの中で,ですね、ちょっとこれ作ったら面白いなっていう方がいらっしゃれば、まあ、私が知ってることであればいろいろお話ししたいと思いますで全部あの一緒にですね、やりませんかっていうところが、えー、今日のメッセージです。はい、じゃあそんな感じで今日のお話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。<laughs> はい。えー、丸山さんお話ありがとうございました。で、あの、まだちょっと終わりまで時間がありますので、あの、ぜひ、ここで丸山さんにお話、ちょっとお聞きしたい、具体的なところとか、うん、ちょっとお話がお聞きしたいという方は、ぜひ、手を挙げていただけると。お、ありがとうございます。ちょっとお待ちください。 お話ありがとうございました。あ,ありがとうございます。非常に良かったです。<あ>で、えっと、あ、座りますね。はい。<laughs> あの、割と、えっと、ちょっと僕もそうやって、あの、なんだろうな、製品を作ったりしてるんですけども、あの、あちらに出さ、ね、てますよね。はいはい、<laughs> はい。よく存じ上げております。<laughs> はい。で、あの、これちょっと参考に聞かせてほしいんですけども、はい。あの、ねぎ目って、めちゃくちゃ難しいんですよ、はい、いつも。ああ<ー>。うん、はい。 クラウドにあるものを基本的にその今日の話でいくと、えー、っと、プラグインにして、まあ、えー、売り切りにするだとかっていう時に、まあ、その代替する元の、例えばサブスクになっているものに対して、どのぐらいの値、ね、決めをしようかなっていうあたりの、なんかこうそ、それもなんかいくつかプランがあったやつですか、うん、さ ?3 万円、5万円、20何万円とか。ああいうのって、なんかどういうふうに 決めてますかっていうところと、もう一個あるのが世界に出ていこうとすると、えっと、日本円とドルでど,どっちを基準で考えようかなみたいなことはあるんですけども、はいはいはい。その辺で、まあい、今どうかっていうのは分かんないですけど、どんな感じでこう決められてますかっていう、ちょっと。それはありがとうございます。あ、それはですね、あの、二つともちょうどいい感じで、まあ、これ今、えっ、ー、と、最初の前者の、えー、2万円、5万円、27万円っていうのがあったんですけれども、あちらはですね、もう、 そうですしあとこの QA アナリティクスこの春にバージョンアップして最初にまあそのドルで値付けをするんでまさにいいご質問ありがとうございますいただいたと思ってて両方ともアンケートで決めてます。でえと価格のですね調査方法としてあのこういうまあヘッドラインですねこういうソフトなんだけどっていうまあユニバーサルアナリティクスの手動でやらなくても済むとかまあそういうなんかいくつかのメリットがあると思うんですけどそれを書いてでえとユニバーサルアナリティクスのバックアップの時は 私たちの知り合い経由にちょうど業界なんで知り合いが多かったんでこれだったらいくらくらいだったら価値があると思いますかって聞いてきましたそうするとお客さんによって全然感覚が違っていて例えば広告代理店の方だったらえっと2万円ぐらいでもいいかなっていう方がいらっしゃると思えばコンサルタントの方だと100万って最大100万って方もいらっしゃったんですねあでなんかそれで言うとえっとあ こののぐらいのここの方にえっと買ってもらえるのコンサルタントの方だったら100万円でもいいんだろうけれどもそうすると多分そんなに知らないのでコンサルタントの方はこういう領域の10社ぐらいで多分終わるんですよねでじゃあっていうことでじゃあ航代理店だと,えっと2万円ぐらいってお話だったんでそれだったら何社ぐらいあるのかなっていうことでそうすると2万円に掛け算であい大体でもそうするとこのぐらいのバランスだったらみんなここの人も買ってくれるし制作会社の方も買ってくれるしみたいな感じで決めましたはい で、えっ、ー、と、聞き方は、えっ、ー、とですね、この価格が安くて品質が不安だと思う価格はいくらですかっていう聞き方をします。で、あと高くてこれでは買えないよっていうのはいくらですかっていうのを聞きます。あと適切だと思う価格はいくらだと思いますかっていうのを聞きます。でそうすると、安くて買えない価格にすると危ないんですね、やっぱり。なので、それを切っちゃいけなくって。で、えっ、ー、と、 まあ適切だって言ってる価格よりもでもどっちかっていうとやっぱ高くてあと高すぎて買えないけど高いけど価値がある価格はいくらですかっていうのも入れたと思いますねその時で今回はその高いけど価値があるとその適切だと思う金額の多分中間点ぐらいにしたような気がしますそれはそのやっぱりコンサルタントの方はもっと高い価値を感じてくれてて2万円だと不安だっていう方もいらっしゃったんですよなのでああそうかこの価格にしちゃダメなんだっていう今度コンサルタントの方が買ってくれなくなるっていうのが分かったんで っていうはい、で、アメリカでも全く同じようなことをしていて、<laughs> このアンケートを取った時の最初のこの質問の次に来てるのは価格の質問を入れてます。まさに今言ったような質問が入っていて、えっ、ー、と、それで言うと、だいたい100ドルぐらいはこのソフトに出してもいいんだってみんなが思ってることは分かりました。毎月ですね。はい。ただ、うちは、えっ、ー、と、 ちょっとこれは哲学的なところもあるんですけどみんなのためにデータが役に立つっていうのをなんかこうやっていこうっていう根本のポリシーがありますんで、まあ、それで言うとあまあ言うと今値段言うと多分社内で怒られるんで言えないんですけど、あのー、全然違う金額で出しますはい、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます他もう一つぐらい 質問をお受けできると思うんですけど、どうでしょうどうでしょうあ、どうぞあ。ありがとうございます。えっ、ー、と、はい、この、えー、とプラグインを、えー、実行している人とか、もう使っている人っていうのは次のステップで、じゃあ有料化っていうことを考えれる形かなと思うんですけど、はい、じゃあその有効ユーザーを増やす策みたいなんて、えっ、ー、と、はい、どんなことが一番効きましたかみたいなんてありますか ああ、やっぱりですね、アクティブインストールが増える、あの、これも、ちょっと、さっきのところに乗ってくる、あれ宣伝はここかなはい、ここれですね。で、あの、この業界でっていうのが結構重要なポイ,ポイントでして、あの、さっきの感じで、コンサルタントの方だったらこの値段で、航空代理店の方だったらこの値段でってちょっとお話をしてたと思うんですけど、本当に違うんですよね。それぞれの方がやっぱり参加してるセミナーとかも違ったりしていて、なので、 結構その自分たちが作ったのは例えば請求書のプロダクトを作りましたって言った時にその請求書のプロダクトを使ってくれる人っていうと多分あのワードスープレスのコミュニティの中にもいらっしゃるかもしれないんですけどどっちかっていうと中小企業のそういうところで困ってる方とかいっぱいいたりすると思うんでそこで有名な方とかがこれすごくいいと今までなんかすごいあっちで大変だったけどこれの方がいいじゃないって言ってくれたらそこでなんかこう流行るみたいな我々が良かったのはえっと Q アナリティクスがこの2000まで来てるのは あのあれですアクセス解析会がやっぱり我々そのそのいるところなんんでででそこで結構っててくれてるんですよなのでそこではよく知られているというただアクセス解析好きな人って多分あんまり出会ったことないですよねので <laughs> すごくマニアックな感じで終わってるという、はい、感じです、はい、ありがとうございますじゃあその僕も0 1目指して頑張ってみたいなと思いましたありがとうございます ありがとうございました。じゃあちょうどいいぐらいのお時間ですかね。はい。じゃあ丸山さん今日はどうもありがとうございました。